おはようございますす高野子です今回は「森高千里のマイベスト5」という企画で私が好きな森高千里のね5曲を紹介させていただきたいと思います。<laughs> さっき選びました。えー、迷いましたね。 本当私、考えてみれば森高七段と相当好きだったんだなと改めて思い起こしましたね。考えてみたらミーハーからサバサバまでアルバム全部持ってるんですよね。それでまあ非実力派宣言あたりからアルバム買い始めたんですけれどもねでそこからミーハーに遡るって感じだったんですけれどもいや、いいですね、やっぱ今でもまあ最近だとこうねセルフカバー YouTube にアップしてますけれどもいや素敵な女性ですよね、本当。 まあそれはいいとして <laughs> えっと、まあ、どんどん紹介していっちゃいましょう第5位「短い夏」です。これはザ・森高 というアルバムにです、ね、収録されているんですけれどもあの堤恭平って私好きなんですよ堤恭平が作り出すこのアレンジコード進行みたいなものあと曲の運び方みたいなのがねこの堤恭平節というかですねこのメロディーというか作り方がとてももうプロの技だなと思わせるねこのメロディーが素晴らしい。 で楽曲もそうなんですけれどもあの森高って結構「海」をテーマにした歌詞書いてるんですねこの「短い夏」もそうなんですけれども他にもね「あのロッカーライブ」ってアルバムでは「夏の海」っていうね曲の詩を書いて歌ってますよねでなんかねあとそうそうあと「ステップバイステップ」っていうアルバムでは「夏の日」っていう曲も作詞してるんですけれども 森高千里が描き出す海って私好きなんですよすごくね田舎の海みたいな感じでこうロマンもへったくれもない感じがあってですねなんかこんなこと言うとちょっと茨城の方とかには失礼かもしれませんけどねこう湘南の海って感じではないんですハワイの海って感じでもなくいわゆる海外のリゾート地の海って感じでもないですね。 ちょうど茨城の海みたいなね茨城でも別にじゃなくても別にいいんですけれども私がパッと今思い浮かんだのがねちょっとロマンスというよりもこうね「夏の海」って曲だと「ゴミだらけの海」のことを歌ってるんですねせっかく海に渋滞で海に行ったらもうゴミだらけの海だったりとかねあとこの「短い夏」っていうのもあのすごいベタなんですよ「夏はやっぱり海ね」とあの。 スイカフラッペそうめんとかねスイカフラッペそうめんみたいなね <laughs> なんかあんまりね ロマンスあんまないんですよ。なんかちょっと現実かつ庶民的な感じの海が、そこのね、等身大な感覚の歌詞が私すごい好きでですね。だからこそこう森高千里ある時期からもう自分で歌詞を書き始めてるんですけれども、すごく身近な日常ネタな感じ、する生活感漂う詩が多くてですね、そういうところも私が森高千里な理由の一つだと思うんですけど、そういうところがものすごくね、 あの生きているのがやっぱりかな豊かの魅力の一つかななんて思っておりますね。でじゃあベスト4はちょっと「海つながり」なんですけれどもね「青い海」っていう曲を選んでみました。これはです、ね、ペパーランドという アルバムに収録されてますペパーランドってアルバム私すごいトータルでは一番好きなアルバムかもしれませんねこれは森高千里が全ての楽器演奏してるんですよドラムを叩きベースも弾きギターも弾き当然歌ってで歌詞も自分で書いていると、まあ、作曲はまあ別の人がしてるんですけれどもねで私意外とですね森高のヘタウマドラム好きでドットンタンタント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 ン,ン,ンっていうね あの下手なわけじゃないんですけど上手いわけでもないこの絶妙な位置にいるこのリズム感みたいな感じすごく上手い高校生の文化祭のドラムみたいな感じのドラムがすごく好きでそのノリあとまあベースとかもそうなんですけれども。 いいんですよそれが全部にわたって聴けるアルバムが「ペパーランド」ってアルバムなんですけどねこれねモノクロを基調としたアートワークも素晴らしいアルバムで,で歌詞もやっぱり磨きがかかってるなと思うんですよね、まあ、日常ネタも多いんですけれどもちょっとしたまあ女の子だったり、まあ、女子大生ぐらいから OL2 年目3年目ぐらいな女性の感性みたいなものにフィットするような歌詞がきっと多いんだろうなと思うんですけれども。 その中でも、まあ、アルバム最後を飾るにふさわしいのが「青い海」なんですね。ほら今回ちょっと先行から漏れちゃったんです惜しくもでも大好きなんですけど私がおばさんになって持って曲代表的な曲あるじゃないですか。 それも入れたかったんですけれどもちょっと惜しくも先行から漏れてその代わりになぜこちらを採用したのかというとまあ私がおばさんになってもみたいなおばさんソングだとするとまあおばさんソングというかね若い子が歌うおばさん未来をイメージしたお,まあおばさんというキーワードが出てくる歌だとするとこれはおじさんソングなんですよね。 もうおじさん通り越しておじいさんかな書老の男が主人公の歌なんですよ。でまあ内容っていうのは田舎で書店を営む書老の男が娘が嫁に行って東京に出てってしまって東京から都会に出ていってしまってでもう一人暮らしになってで娘が「お父さん一緒に暮らそうよ」っていうことになってやがて彼は娘のもとで東京に 地元を離れて田舎を離れてそれで暮らすようになりいつしかその古い書店は駐車場かなんかになっていたっていう話なんですけど淡々と歌うわけですよだから今までどちらかというとですね自分目線の自分が主人公自分が感じたあの女性目線でのですね女の子目線での歌詞を 歌っていた森高がどっちかというと客観目線で全然関係ないある男の,あの人生みたいなのを淡々と歌っているところがいいんですよね、まあ、それ以上でもそれ以下でもないストーリーではあるんですけれどもお新しい局面が現れ始めたなと当時リアルタイムで聞いて思ってで最後「海がとても青い」ってそれで「青い海」なんですけれども。 最後一言その情景描写でなんとなくその淡々と描き続けてきた男の人生みたいなものがうまく締めくくられてるなって感じがしてですねまあ歌詞の内容というかストーリーはちょっとこましちゃくれた中学生か高校生がノートの隅っこに書くエッセイ風の 短い小説風ではあるんですけれども,もう本当にそれ以上でもそれ以下でもないストーリーといえばもう見応えもないんですけれどもでもそういうところが私好きですよね森高のね青い海ってなかなか文学的とまではいかないんだけれども 文学的とこまで行っちゃうと多分私嫌いになってたと思うんですよこの曲。その3歩手前のレベルのちょっと青臭さみたいなところがあるからこそ私この曲好きなのかもしれませんね。まあ、もちろんメロディーもいいですしこう単調な8ビートもかえって心地よかったりもしますよね。ということで第4位は青い海という曲を選ばせていただきました。じゃあ第3位はというとですね、道ですね。 これも迷ったんだよね。渡らせ橋もちょっと先行から漏れちゃったんですよ。これも代表作でいい曲ですよね。渡らせ橋も私大好きで、あとね、アローンっていう曲もね、私好きで、アローンもあげたかったんですけど、これも先行から漏れちゃった。 なんで漏れちゃったかというと、この渡瀬橋とアローンは道に代入すればいいじゃないか。道ってこの渡瀬橋とアローンのハイブリッドになるぞという計算が働いてですね、道にしました。つまり、 青春過去回想ソング的な世界観が道にはあるわけですよちょっと高校生だった純朴だった頃の男の子と女の子の時代を回想しているその世界観みたいなそれをあの懐かし昔懐かしというか生まれ故郷の風景に代入して語っている世界観みたいなのが渡良瀬橋であり道なんですねあとは曲の漢字曲の調がですね。 「アローンと道」っていうのは本当と姉妹曲じゃないかと思うぐらいそっくりなんですよ特にサビの部分ね道の場合は「好きよ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 」をずっと <laughs> リフレインしているんですけども「アローン」はね「春も夏も秋も冬も」みたいなすごくあの畳みかけていくところの展開あとはそのしみじみとした曲調みたいなもの そのあたりがものすごく似て両方とも泣けるんですよ曲調はあの似てはいるんだけれどもね道もアローンもとても名曲じゃあ道とアローンどちらかを選ぶとなったらうんアローンもいいんだけど道かなっていうのはちょっと渡らせ橋チックな世界観もあるからという理由ですかねまあ両方いいんですけどもねうんやっぱり道かななんと思いまして第3位は道。 という曲を選ばせていただきましたうーんベスト5にしたのが失敗だったなせめて森高ベスト10ぐらいにすればよかったなと今後悔してますけどもねじゃあ第2位いきますねマイベストベスト2私が好きな森高曲これザバ・ザ・ブルー・ブルースですねこれもねザ・バスターズ・ブルースとめちゃくちゃ迷ったんですけれどもね 森高ブルースいいですよこれねいわゆるスリーコードのシカゴブルースとかカントリーブルースとかねあとはロックの人がやってるようなブルースの進行とは違うんですよきちんとジャズの2-5進行になってるんですよだからこのザ・ブルー・ブルースなんかのベースラインこれ多分打ち込みのベースだと思うんですけれども、まあ、その分打ち込みなだけにすごくクリアな音で聞こえると思うのでジャズベースを始めたい人はまずこの ザ・ブルーブルースで弾かれている打ち込みベースのベースラインを一音一音拾ってみてください。これを拾って弾けるようになれれば多分ブルース F のブルースでジャムセッション出れますからでそれぐらいヤマハとかがですね初めてのジャズベースって競速ビデオとか競速本を出すお手本となるような本当に模範的なベースライン2-5ブルースのジャズのねあの2-5ブルースのベースラインが。 ぜひですねベースラインだけ追いかけるだけでもジャズベース初心者からしてみればもうフレーズの方フレーズというかベースラインの宝庫ですよ。で同じことが言えるのがこれはあの「古コ今コ東西」ってアルバムに確か入ってたと思うんですけどバスターズ・ブルース」あの「ゴキブリ出てけ」っていう 内容のアなんですけどこれも「ツーファイブブルース」のコード進行でこちらはビッグバンド仕立てになってますねアレンジが <laughs> 本当にゴキブリ騒動の歌がもう大所帯なちょっとカウントベーシー風チックなですねあのビッグバンドチックなアレンジでね <laughs> あの展開されていってう森高の「ツーファイブブルース」どっちにしようかなってめちゃくちゃ迷ったんですけども「ザ・ブルー・ブルース」にした理由はですね男イビリソングだからなんですよ。 森高は特に初期あたりは結構ね時折男いびりソングを出しているんですよね。まあ、例えばあの非実力派宣言に入っている「ザ・覗かないで」って曲これ実際ですねあの遭遇したスカートの中を覗かれたセクハラ事件が元になって作られた歌詞なんですけどもね「ザ・覗かないで」ってかなり「お前だ」みたいな感じで本当に名指しで言いかねないぐらいの勢いであの 男のことをなじってるわけですよもう攻めてるわけですよ。でさらに「臭いものには蓋をしろ」っていう曲ねあれもほんにそれは3ーコードのブルースっていうかロックンロールなんですけれどもこれも SixTONES とかね音楽の知識を自慢する親父をチクチクいびってるとか揶揄した。 曲なんでで、すよね。これも親父の曲なんですよね。あとはそうそう同じちょっとまた遡りますけど「ザ・のぞかないで」入ってる「非実力派宣言」には「まこれっきりバイバイ」っていうね男を振る歌も「大大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 嫌い」とかって本当に露骨にもうそのままストレートに直球にですねあの男に向かってもう嫌いっていうね。 曲ももあったりもしてですね意外とですね男を責める曲がこうあったり時々混ざったりしてるんですよね。でザ・ブルー・ブルースの場合はもう,もう少しですね「ザ・覗かないで」とか「これっきりバイバイ」より後のアルバムに入っているのでもう少しストレートさじゃなくてもうちょっと回りくどくですねネチネチ。 男の子と攻めてるわけですよつまり大学2年生の女の子が浪人2年生の男の子のことを責めているというね話でね、まあ、受験生にとってみればつらい曲ですね。というか最後「つらい」はね受験生で終わってますからねだからこれを聞いて旬となった受験生浪人生いるんじゃない <laughs> たくさんいたんじゃないかな当時はって思ってますけれどもね。でエレッ クトリッピアノのアドリブとかもなかなかいいんですよねちょっとポップスっぽいアドリブではあるんですけれども、まあ、これもジャズピアノの初心者の方はもしかしたら拾えるネタフレーズがあるかもしれませんのでね結構ジャズ目線でも楽しめる曲かなと思いましてザ・ブルーブルルーースを選んでみましたさてと第1位なんですけれども。 一番森高をある意味代表する曲なんじゃないでしょうか。ということで私が選ぶ森高千里ベストワンはですね、今度私どこか連れてってくださいよです。これが私の森高ファンになった全ての始まりですね。この曲のせいでっていうと失礼ですけど、いやいやあいつのせいでって感じですよね。あの当時もうほんと私ね、大学入ったばっかりの頃はもうね、 まあ入ったばっかり入る以前からもそうだったんですけどもう身も心もジャズに染まろうと思ってもうジャズに生きるぞ俺はと思ってジャズ以外の音楽を聴かねえみたいなかなりね排他的かつストイックでも考えることすべてジャズもうすべてもうジャズでに染まればそれでいいっていう感じの本当にに何かアホみたいに何でもかんでもジャズに結びつけて考えるジャズジャズ男だったわけですよ。で そんな私もですね友達ができましてそれでそいつもジャズが好きでみたいなねよく寝泊まりしていたわけですよ大学の近くに下宿してたんでそいつんち近いかったんで私ちょっと遠かったんでもう面倒なので彼んちから。 大学通った方が早いからってことでねよく夜な夜な泊まってですねそれで朝までビールとかウイスキー飲んで結局あの冷めるの目が覚めるの夕方って感じで結局大学行けなかったじゃんっていう日が続いていたんですけれども彼はジャズも好きなんだけど森高もすごい好きだったんですねそれで当時ストイックなね もうジャズ一徹にな人生を送りたいと思っていた私に「何でお前そんなの聞いてんだよアイドルなんかよ」みたいな学園当時学園祭のアイドルだったわけですもう一人なんか学園祭のアイドルいたんですけどそんなんばっかり聞いてんだよなんてすごい嫌な顔して私言った記憶があるんですよ「そう,そうか?」なんて言ってたんですけどそれで私あの酒飲んで寝ちゃいましたとで朝ガバッと起きましたとそしたらですね あーっとあー首なっつってあの「今度私どこか」って私がなんかボソッと「うんふ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 んん」って鼻歌歌ったんですよそしたらその友達「かかったな似合ってね <laughs> すごいほくそ縁談ですよしてやったりとかをつまり私が寝てる間ずっと CD リピートさせて「今度私どこか連れてってくださいよ」 低いいボリリューームででずーっとリピートに流しし続けてたらしいんですよなんかね睡眠学習しちゃったみたいで私起きて口に出たフレーズがたらららららとあのサビだったんですよね本当私暗示にかかりやすいもうバカ人間なのでもう純粋にまあ染まっちゃったわけですよ森高でそれでなんか 聞かずにはいられなくなっちゃって、鼻歌。で、その鼻歌の落とし前つけたいので、じゃあもうちょっと、じゃあもう一回かけてよって聞いてみたら、改めて自分の意思で聞こうと思って聞いたら、いいじゃないこれ <laughs> って思ってですね。<laughs> それ以来、ハマっちゃいましたね。で、プロモーションビデオとかもね、見たりすると、踊りとか奇妙な踊りにもハマっちゃいましたし、やっぱりね、手袋をしてるところがポイントですよね。で、その後、 LD とか買ってですねこの森高のライブとか見るとこの歌を歌う時は必ず手袋してるんですねその前の曲に手袋してない場合はきちんと手袋をしてそれで手のひらをこう振るような感じで踊,るよう踊りながら歌ってるんですけど。 曲もいいし歌詞もいいしダンダンダカダンダカダカダカダンダンダカダンダダダダダんっていうこの基調となるリズムもちょっとダサいからかっこいいみたいなのあるじゃないですか。 すごくく迫ってくるんですよ、ね、でその女の子のねもう今「今度私とか連れてってくださいよ」ってもう当時からしてみればえ「これがタイトルですか?」っていうぐらい面白いタイトルだったんですよ。<laughs> あとはね「ダー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 」ってサンプリングされた声も良かったですしでもう少しずつねこう。 じじわじわと押し寄せて一回今度私どっか連れてってくださいよって勇気出して言ったんだけども断られてまたあのでも諦めないわっていうところあたりでだん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 ってリズムがすごくねあのシンクロして女の人でも頑張るみたいなねそういうなんかその気分みたいなものと音楽が。 リズムみたいなものが一致してです、ね、いやいいなと思ってですねそれで「非実力派宣言」っていう CD を慌てて買って聴いたらまあちょっと素人臭い歌い方とそういうアマチュアっぽい曲もあったにはあったんですけれどもでも「夜の煙突」っていうね素晴らしい曲も入ってたりもしたので「うん森高はいい」ってなって。 それ以来まか、あのってあのデビューアルバムからね聞いてみたりとかあとはアルバムが出るたびに発売日に買ってみたりとかっていうことを繰り返す人生が始まった次第ですねだから私あのカーネーションのね作曲というかバンドがあるんですけどカーネーションっていうバンドの「夜の煙突」っていう曲もものすごく大好きでベスト のね、今回この5曲の中に「夜の煙突」も入れようかなとすごく迷ったんですけれどもでもまあ「夜の煙突」は森高というよりはまあカーネーションの世界観なので、まあ、もちろんね森高の世界観でもあり森高の代表曲でもあるとは思うんですけれども、まあ、世界観としてはちょっとカーネーションが作った枠組みの中で森高がこう非常にマッチしたパフォーマンスを見せているということを考えるのであればやっぱり。 今度私どこか連れてってくださいよの方がより森高チックでふさわしいかなと思いまして第1位は今度私どこか連れてってくださいよを選んでみましたということでですね他にもねいやさっき多分一番苦労したかもしれない今回マイベスト今までバド・パウエルジョン・コルトレマイルス・デイビスと 選んでできた中でマイルスもかなり絞るのを苦労したんですけれどもマイルス以上に苦労した俺は何なんだろうって感じでですね <laughs> まあ森高千里今度ベスト10でもやってみようかなみたいな感じでねこう語りだしたらきりがないかなって感じですよねまあそういうことでごめんなさいちょっと今回はね今までずちょっとジャズの 中からマイベスト5いろいろ紹介してきたんですけどちょっと休憩ということでね森高千里マイベスト5を選んでみたんですけれども皆さんいかがだったでしょうか多分好きな人多いと思うんですねああそういえば昔聞いてたわって人もすごく多いと思うのでまあ異論反論はあるでしょうけれどもえなんでこの曲入れねえんだよみたいなのあるのかもしれませんけどまあねあの令和2年2020年5月19日現在 の私の気分で選んだものなので、明日になったらまた変わってるかもしれませんのでね、またあのやるかもしれません。ということで、長々とお付き合いいただきありがとうございました。今回、森高のベスト5を選ばせていただきました。あ、でも本当、懐かしく思い出して、当時のことね、森高がね、全盛期の頃とか思い出して、もう本当にすごい。 アイドルででししたたよよねね凄まじいパワーの持ち主でしたよ、ね、だから今はね本当んと AKB はじめとしてねけやき坂とか乃木坂とか AKB より前とかだと「モーニング娘。」とかどっちかというと団体アイドル今の時代なのかな今はあんまりちょっとアイドル詳しくないか分かんないですけどもグループでのアイドルも何十人とかでもう一つの塊の中でアイドルとしてのパワーを発揮しているような。 人たちが多い中森高千里はそういう人たち何十人の人たちが束になってもかなわないパワーと魅力を一人の女性がこう持っていたんだななんて思うとですねまあそれは個人的な感想なんですけれどもねまあすごい存在感とあ一時期本当秋葉原行くとですねまだ。 秋葉原今はもうオタクの街でその前はずっとパソコンの街だったりしたんですけどそのもっと前はですね PC の街になる前は結構大型テレビの街だったりとかもして街のショーウィンドウにはですね結構大型テレビが飾られていたりとかしてたんですけどだいたいそこで流れているのって森高の LD だったりしたんですねあのちょうど古今東西ツアーあたりの LD を流している。 電気屋さんがとても多かった記憶がありますねだからそれぐらいもう一つの時代を築き上げた偉大なアイドルでありシンガーでありである時期からはもう自作自演も楽器も全てやるっていう、ね、アーティストまあドラムがメインではあるんですけどもねアーティストへと昇華していったもう素晴らしい女性ですよね。今でも本当に 50を過ぎてもとても美しいですしで YouTube でもねセルフカバーの素晴らしい歌声でねまたカバーしてくれてまた若い頃とは違う味わいがあるんですよね歌にね。かといって大きく変わっているのかというと全然変わってなくてですねだからね今後もずっともうマイペースで構わないのであの新曲 無理して出さなくてもいいので、昔の歌だけでも十分大丈夫だと思うので、活動をずっと続けてほしいなと思っている次第ですね。というわけで、ごめんなさい、長くなって申し訳ありません、えー。今回は森高千里ベスト5をお届けいたしました。ままたた別な動画でお会いいたしましょうさよならババイバイよ